で、昨日の動画の続きです。まあこんだけズッキーニがあるので、まあどうにかして今日中にね食べちゃいたいなっていうふうに思ってます。これもあるし、なんで思いつきでどんどん料理していこうかなっていうふうに思います。というわけで、まず付け合わせっていうか、まあフライドポテトじゃないけど、そんな感じでスナック系みたいな感じの、まあね、油とね塩さえあればね大抵何でもうまくなるんですよ。そんな理論が、皮がなくなるからな、でかいと。これやめよう。その素揚げにする方はやっぱ小さい方が向くのかなっていうふうに思います。中華風か。ナムルだな。ナムルってことは薄くしたい。
とどうしような。あれだな、なんだっけ、あのモンハンのなんだっけ、あれビオレースじゃなくてナルドグルカじゃなくて、あの恐竜みたいなやつの尻尾みたい、なんだっけな、あれ中華和風、和風か、和風はい、できました。フライドズッキーニ一ついただきたいと思います。うまい。フライドポテトみたいなあのホクホク感はないんですけど、あのすごいね、あのジューシーさがありますね。うまいうまいうまい。あ、濃い、そして何作ろう。サバがあったな。サバと肉か。
はい、できました。ズッキーニのナムルです。あ、これだ。もう少しか。あれですね、ちょっとズッキーニ茹でると青っぽさが出ますね。うん、うまい。あと丸々一本。どう料理ちゃう。まあ簡単に、そうだな。2種の野菜炒めか、うん、あれ断面ちょっと、すごいな、壮観だな。
何のひねりもないズッキーニの醤油焼き。ああ、うまい。ああ、うめえな。このね、中のとろっとしたところがうまい。これもしかしてさ、このなんか ここの部分ってさ、こうでかくないとできないんじゃない？こう小さいとこんな感じ、こう身がしっかりギュッと詰まった感じ。あ、これもこれでうまいんだけど、この溶けたところ、溶けた感じのところ、これがねうまいわ。うまいな。これさ、みんなさ、あれじゃん。市場に出回れっつってさ、みんな小さいでしょ。だからこの部分って絶対できないわけよ。だからまずこの走れ、ぐぎ悪いです。走れさせるけど、ここの部分。この部分ってやっぱ、じゃあ自分で作んないとできない部分でしょ。やっぱでかいの、でかいならでかいのでうまいよ。あ、うめえ、うめえ。あ、でもまあ世間一般のね、その需要とね、供給の、要はバランスっていう、バランスというか、が違うわけですよ。いやこの部分食べれないって残念だな、本当に。残念極まりない。あ、うまいな。え、絶対でかい、でかいとこのさ、真ん中うまいって。いや、落とした。作っていこうかな。この才の目状に、これぐらいに切った。あ、作り方はもう本当に、以前あげた麻婆茄子と同じ作り方です。その作り方はその動画を参考にしていただければと思います。
Thank you.
じゃあ試食ね。うん、うまいね、うまいね、うまいな。うん、うまいね。これはこれであれだよね。なんだろうね、うん、うまいね。歯ごたえがし、歯ごたえっていうか、その歯切れの良さがしっかり残ってて、その煮崩れしないっていうところがやっぱズッキーニの一つの特徴かなっていうふうに思います。ただこんだけ煮てもしっかり形残ってますからね。いいね。野菜ならバイバイ。